私たちのチームはサイバネティックアバターが当たり前になった社会で生きるある家族の話を想像しました。サイバネティックアバターで買い物を終えたパートナー同士の2人が自室に戻ると、彼らの子供が泣いています。2050年ある家族の話。中学生になってからアバターを男の子から女の子に変えたらね。友達に似合ってない、急に変なのってバカにされちゃったんだ。中学校進学と同時に自分のサイバネティックアバターをイメチェンしたところ、今までとだいぶ違うと友達から冷やかされてしまいました。そんな子供に対して何かヒントになればと、両親は自分たちの過去を語り始めます。最初は何もなかった新しい自分で素敵な出会いをして、気づいたらこんな関係になっていた。自分らしさはアバターだけじゃなくて、大切な人や周りの人に受け入れてもらっていく中でだんだんできていくものだから大丈夫だよ。そして自分がありたいと思う姿を自分が認めながら、それを認めてくれる仲間を作っていこうねとメッセージを送ります。まずは私たちがあなたのありたい姿を受け入れるから、少しずつ友達に受け入れてもらっていこう。アバターでの活動が広まったら、見た目だけじゃない個性とかアイデンティティみたいなのを最大限に表現できるものだと思うので、より価値観とか考え方が合う人とつながれるようになるのかなと思いました。ロボットカフェは以前から知っていたんですけど、外出困難の方が働く場所っていうイメージが強かったんですけど、体が自由に動かせる方が働いていらっしゃって、娯楽にも使えるっていう話を伺って、活動の幅が広がるツールとしてすごい魅力を感じました。大学の方で6本目の指を生やす、その研究の話をちょっと聞かせていただいた時に、今まで人間が肌の限界とか耐えれる負荷じゃないっていう形でできなかったことが、それこそ宇宙の探索とか火山の中とか、いろんな新しい地球のことも調べれるんじゃないかと思って、すごいワクワクしました。車椅子の二人羽織の方とか、6本目の指のお話を伺って、想像以上に技術がそこまで来てるんだなっていうのを強く感じました。農家の方すごい腰が痛いとか高齢化が進んでるので、体的な限界を迎えてる方が多いので、弱いところを補っていくサイバネティックアバターも十分開発されてると思うので、どんどん取り入れていきたいなと思いました。